さあこのフローは肩を開くフローです。回覧時から始めるので右の膝を90度、左のつま先床に立ててかかとで後ろを蹴ります。指を絡ませて空へ吐いて背中の後ろにその手を持っていきましょう。右足を少しマットの外端に移動させて右の肩を右の膝の内側に入れるように頭を下ろしていきます。肩甲骨を寄せ集めます。吸って体を起こしてグラグラしたいように吐いてお腹を使います。右の肩、右膝の内側、もう一回いきましょう。吸って体を起こして吐いて倒します。吸って体を起こして手はほどいて左の腕が上に下に来るように自分を抱きしめて手だけイーグルの形にしていきます。イーグルの手が分からない方はイーグルの手の動画を見てみてください。左の足を持ち上げて右足重心、左の足を右ももの上に絡ませていきます。肩を下げて肘と膝、体の中心ラインに揃えていきましょう。イーグルでバランスを感じていきます。3つカウントを取って重心を下ろしていきます。さあその指先を前に伸ばしていって背中に伸びを感じていきます。左の足をほどいて後ろへ、ウォリアースリー、手だけイーグルになってます。さあ肘と肘を寄せ集めます。手をほどいて指先後ろへ、飛行機のポーズ、ヘアプレイです。なるべくグラグラしないで右足を頑張っていきます。左手を床、右手も床です。両手をトコトコと右足の方に歩かせてスタンディングスプリット。さあここから吸って両手を床です。吐いて、でちょっと怖いですけどハンドスタンドの練習を、転んじゃった、大丈夫でして、転んでも怖くないですね。なのでこっちが広い場所で行ってください。転んでも平気なので、ここからチャトランナ、アップドッグ、反対を行っていきます。今度は左足を前にしていきます。左の足を後ろに引いて手と手の間、左の膝90度、右のかかとを後ろに蹴ります。両手頭の上、指を絡ませて伸びて吐いて背中の後ろ、指絡ませ直します。今度反対側の指が上に来るようにしてください。胸を開いて吐いて前に倒します。左の肩が左の膝の内側です。吸ってアップ、もうちょっと頑張って吐いて、肩甲骨を寄せ集めてこの両でなるべく頭の向こう側にずれていくようにしましょう。吸ってあと1回いきます。吐いて前、次体を起こしたら指をほどいて右の腕を下にして自分を抱きしめるように、手の甲と手の甲を合わせる、手のひらと手のひらを合わせてイーグル、体重を左足に乗せて右の足を浮かせます。左のももの上に絡ませていきましょう。深く絡まる方、足の甲、ふくらはぎの裏側、両足のスペースをなくすように両足中心ラインに寄せ集めます。肘と肘も寄せ集めてあと3つ重心を下ろします。指先を前に伸ばしていきましょう。視線を指先の先、右の足をほどいて後ろに伸ばしてアームスがイーグルでウォーリアースリーです。この手をほどいて後ろに伸ばしてエアプレイ、飛行機のポーズ、両手をマットに下ろしてスタンディングスプリットで、倒れても平気のように頭の向こう側にしっかりとスペースを取って吸って両手を床です。でここで左の足をポン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 と持ち上げて右の足を高くお腹で引き上げて、あんまり無理をせずに、よいしょ、シャトランナ。今日はこの辺までで1回止まってください。で今のフローをやっていただくとですね、すごく背中、胸が開いて肩もいいエクササイズになるので、肩が硬い方なんかも私硬いんですけど、こう両腕が上がるように、肩甲骨がしっかり寄せ合うようになってくるので。